皆さんこんばんは。月曜日はですね、ゲームがない日が多いということで、この月曜日はですね、先週の振り返り、そして、今週の、まあ、戦い方、展望っていうものをですね、お話ししていきたいなと思っております。まあ、タイガースのことになりますけれども、まあ、タイガース現在はですね、24ゲームを消化して13勝10敗1引き分けの2位。まあいい成績できておりますね。まあうまくいってないところはいくつかありますけれども、それでも貯金が3つある。まあ横浜がですね、絶好調です。23ゲーム終わった時点で16勝7敗、貯金が9つということで、今まあダントツで走っておりますけれども、まあこのペースでなかなか勝つっていうことはいかないので、まあ、横浜もこれからまた大変な時期が来ると思います。そういう点からするとですね、みんなが調子がいいわけではないけれども、それでも貯金ができているタイガースはですね、まあここまでいい戦いをしてるんじゃないかな。エラー数はですね、去年よりもかなり減ってます。今6つぐらいですか。もう去年のセカンドショートのエラーっていうのはほとんど見られないね。まあ佐藤輝明、まあ今年はサードで、まあいくつかちょっとエラーは出てますけれども、まあこれをどんどん減らしていければですね、本当に守備がしっかりしたチームになるなというのを感じさせる戦い方をしてますね。ノイジーも頑張っております。そういう点で明日はですね、青柳が投げることになってますね。ドラゴンズは福谷、福谷も頑張ってほしいんですが、青柳投手はですね、前回はですね、21日の中日戦ですね、この時も2回3分の2で7安打打たれて4失点されてます。そしてその前はですね、14日の横浜戦、ここもですね、4回3分の2で8安打されて5失点。青柳らしからぬピッチングがですね、ここ続いてるんですよね。ということで、先週は青柳、まあ、飛ばしたみたいな形になりましたね。ですから10日ぶりの登板という、まあ、明日になるわけですが、その中9日の間に青柳のピッチングが変わっていくのかどうかっていうのが、まあ、明日のゲームの見どころというふうになりますね。先週のゲームちょっとご覧いただきましょう。こういうような戦いでした。はい、こういう感じですね。25日のジャイアンツ戦は雨で中止でしたね。そして26日4対8で負けました。この時も西勇輝、やられましたね。3イニング投げてですね、9安打5失点。まあ西でもこんなピッチングをすることがあるんだなっていうぐらい悪かったピッチングでしたね。まあ戸郷も点は取られましたけれども、ジャイアンツが勝ったというゲームでした。その次の日からがですね、タイガースちょっと明るいものがいろいろ見えてきましたね。伊藤将司、約1ヶ月遅れの初登板、これをですね、関東完封勝ちした。打線の方もですね、15点取ったというね、これまあすごいゲームをしましたね。こういうことがありました。そしてその後はですね、大竹がまたいいピッチングをして、ヤクルト戦に4対0、リリーフもですね、石井、岩崎、カイル・ケラー、この3人が来て、4イニングを0に抑える。大竹が5イニングでしたかね。そして、次のゲーム、村上でしたね。また村上様ですよ。8回まで投げてまた完封、フォアボールが1つ出たことがですね、もうニュースになるぐらい本当にコントロールのいいピッチングをしたなという、7対0素晴らしかったですね。梶谷蓮が最後の1イニング投げたということになりました。そして、日曜日、ここは佐伯が行ったんですが、やはり佐伯のコントロールがですね、安定しなかったですね。まあ、あとの及川もちょっと安定はしなかったんですが、でも2対4、まあゲームになってますね。はい、4点しか取られてません。もうちょっと打撃陣頑張ればっていうようなところだったんですが、こういうような戦いになりました。まあ終わってみたらですね、3勝2敗、勝ち越しましたので、もう十分だと思います。そして、まああえて今回は週間 MVP っていうのをですね、選んでみました。まあ、僕が見てですね、近本か、まあ、坂本かどちらかかなと思って、ちょっと成績を見たんですが、近本はですね、5試合のうち3試合打ってますね。2試合ノーヒットがあります。それでも20打数7安打5打点1ホームラン、もう優秀ですね。3割5分素晴らしかったですね。それよりもですね、やっぱりインパクトがあったのは坂本誠志郎でしたね。坂本誠志郎はこの勝ったゲーム 3つですね、この3試合だけ出てるんです。この負けゲーム2試合は出てないということで、この勝ちゲーム3試合、この成績がですね、5打数2安打2打点、4打数2安打1打点、そして4打数3安打。
もうこれ以上ないっていうぐらいの結果を残してますし、あとリード面はですね、これ3試合ともに完封勝ちしてるっていうことはもうこれパーフェクトと言ってもいいんじゃないでしょうか。もうキャッチャーとしてはこれ以上望めないっていうぐらい、しっかりと結果を残してるということで、今週の MVP はもう坂本誠志郎選手と、まあ、これ第1回になりますね。第1回の週間 MVP、 僕の選ぶ週間 MVP は坂本誠志郎選手ということになりました。これはもう本当に素晴らしかったな。そして、もう一つ横に、こういうふうにスタメン予想っていうのを書いております。まあこれは今週こういうメンバーでいくんじゃないかなっていうところなんですけれども、まあ 1,2 番これはもうどうしてもこの順番でいきたいですね。近本、中野、そして僕は3番どうするかちょっと悩みました。ノイジー、ノイジーのバッティングがですねちょっとなかなかヒットが出づらくなってるっていうことなんですが、この2試合見ましてね、まあ、ノーヒットですけれども強く振ろうっていう気持ちが出てきてますね。多分自分に求められてるものは何かっていうのをちょっと感じてきてるのか、あるいは日本のピッチャーにちょっと慣れてきたのかどうか分かりませんけれども、ちょっと強く振り出してます、まあ、それがいいのか悪いのかはこれから先なんですけれども、まあまあ、守備でいうとミエセスが非常に不安定、もしミエセスがノイジーと同じぐらいの守備力があれば僕はもう間違いなくミエセス使います。ミエセスの方がやはり一発長打この可能性があるということで、使うんですが、現状はですねやはり守り重視っていうのが、まあ、今のタイガースじゃないかな。まあ投手陣がですね非常にしっかりしておりますので、守りの破綻が結局一番怖いっていうことを考えれば、まあ現状ではレフトはノイジーでいくかな、まあ、打順がね3番にするのかどこにするのかっていうところは、まあこの1週間もうちょっと見てみようかっていうことで、今までと変わらずの3番レフトノイジーということにしました。そして、4番5番この辺はもう一緒でいいと思います。そして6番井上康太、すごく打った試合もあれば、このね4対0でヤクルトに勝った試合、ここなんかは先制の2点タイムリー打ってます。このあたりはね大活躍だったんですが、その後のですね打席がまあなかなかバットに当たらない打席が多くて、まあ彼の脆さっていうものが見られたところもありました。そういう点からするとやっぱり井上の状態を見極めながら森下と、まあ、併用していくっていうのを考えるところじゃないかなという気がしますね。森下はファームでかなり結果をしっかり残しているということであればですね、これ森下も上げてもいいんじゃないでしょうか。森下はですねやっぱりストライクボールの見極め、これはですねタイガースの選手の中でも1、2を争うぐらいの力を能力を持ってると思います。そういう点からするとやっぱり、なかなかアウトにならないのは井上康太よりも森下の方が、確率は高い、そういうことからするとですね森下、もうそろそろまた戻って、ライトを守るっていうのもありだと思いますね。そしてキャッチャーは現在はもうやっぱり坂本を使うべきだと思います。梅野をですね早くこういい状態に戻したい、そういう首脳陣の気持ちも分かりますけれども、やっぱり調子のいい人はやっぱり使わないと、これはですね、調子っていうのはずっといいわけじゃないんで、やっぱりいい時に使っていく、そういうことをやっていかないといけないと思いますので、今週はもう坂本で、ずっと行ってもいいんじゃないかなという気がしますね。そしてショート木浪頑張ってますね。打率まだ3割キープしてますし、守備の方も非常に、安定してきましたね。去年まで見た木浪とちょっと別人のような守備をしておりますので、この辺はもう外せなくなってましたね。小畑のちょっと出番が今のところちょっとないな、そういう形になってますね。はい、こういうところですね。はい、そしてですね明日の先発ピッチャーは10日ぶりの青柳なんですけれども、そうやって考えますと多分この火曜日、まあこれ日にちが違いますけども、5月2日ですね、5月2日火曜日、ここを青柳持ってきて、あと西勇輝、伊藤、大竹、村上、そして最近のところに西純也、そういうような先発ピッチャーで来る可能性はかなりあるんじゃないかなという気がしますね。まあ西純也をどこに置くか、これを土曜日に置いて、村上を日曜日に置くっていう考えもあると思いますね。日曜日はですね、買っておきたい。
YouTube のご意見の中にも書かれている方が何人かおられましたけれども、やっぱり日曜日勝つと日曜日その人、そして月曜日も気分よく過ごせるけども、日曜日負けるとですね、2日間なんか気分悪いっていうようなね、そういうこともありますので、やっぱり日曜日はより勝つ確率の高いピッチャーを持ってきてもらいたい。そうやって考えるとですね、現状では村上かもしれないなという気がしますね。そうすると土曜日に西純也を持ってくるっていう、そういう風に考えることもあると思いますね。明日から始まる中日戦ですね。そして週末は広島カープとの3連戦ということになりますね。中日広島というね、チームとの戦い、ここもですね、やっぱりこの6試合があればやはり貯金はしときたいなという気がしますね。はい、まあ現状やっぱり調子のいいピッチャーと、まあそこまで結果が出てないピッチャー、はっきりしておりますので、現状いい結果が出てないピッチャーがどれだけ頑張るかで、この勝ち数がですね変わってくるな。まあこの調子のいい伊藤、大竹、村上、この人たちはですね、やっぱりゲームをしっかり今作ってくれる3人だと思いますので、ここはですねやっぱりこう勝ちを期待してしまいますね。はい、あとの西勇輝、そして青柳、西純也、青柳、西勇輝というとですね、もう両エースという感覚だったんですが、現状に限ってはですね、ちょっとまだ調子が出てないので、この2人がですね、どのタイミングで調子を戻してくれるか、これによってですねタイガースの勝つ確率がガラッと変わっていくぞという気がしますね。まあ今週の僕の一つ一番の見どころはやっぱり明日の青柳のピッチングですね。青柳がどんなピッチングをしてくれるのか、10日ぶり、多分この10日間でかなりいい状態に戻していると、まあ、期待しております。そして、今度は日曜日に誰を先発に持ってくるのか、これもまたしっかりと楽しみにしたいなと思いますね。はい、ということで先週は阪神タイガース5連戦でしたけれども、5連戦をですね3勝2敗、1つの貯金を増やして、13勝10敗、貯金3つで、順位は2位ということになっております。以上です。